カリフォルニアハイ,イログマウーサスアークトスカリフォルニクスは食肉目ククマ科に属するヒグマの亜種の一つでアメリカが衆国カリフォルニア州の南部に生息していたがすでに絶滅した。体色は褐色、体長は1.8メートルから3メートル、体重は130キログラムから680キログラム、雑食性。1911年に出版された オウシとヒグマを戦わせるスポーツのポスター1848年のゴールドラッシュ以降カリフォルニアに移住者が増えるにつれてカリフォルニアハイ,イログマは家畜を食べる外獣とされて駆除の対象とされたまたヒグマとオウシを無理やり戦わせるスポーツが盛んになりその需要も減少を後押しした毛皮の利用価値もあってカリフォルニアハイ,イログマの数は激減し 1880年頃には平野部ではほとんど見られなくなった。1922年トゥーレアリ軍の牧場で一頭のカリフォルニアハイ,イログマが甲子を襲って射殺された。これが人間に撃ち取られた最後のものとされている。1924年にセコイア国立公園で一頭のカリフォルニアハイ,イログマが数回目撃されたが、これが最後の記録となっている。 カリフォルニアハイイログマはカリフォルニア州の旗に描かれている。これは1840年代中央に当時メキシコ領だったカリフォルニアで反乱を起こしたアメリカ人たちが旗印として採用したもので勇敢さ強さの象徴としてであった。その後この旗は1911年に周期として制定され現在も使用されている。ありがとうございます。